皆さんこんにちは EasyJapanese ージージへようこそこの番組では毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしますもっと自然な会話を覚えたいでも映画やテレビでは難しすぎるという方に台本なし編集なしのより自然な日本語をお届けしますポッドキャスト YouTube にチャンネルがありますのでお好きな方でお楽しみください今日もよろしくお願いしますはい皆さんこんばんは今日は10月20日水曜日です、えー、今日もいろいろありまして、まあ、お出かけしたりとか散歩したりとかいろんなことしてましたけれども まあ最近寒くなったんで外にいるのもねなかなか厳しくなってきましたねはいはいでまああのそんな時にはっていう話になるんですけれども今日のテーマカイロうんはいカイロって知ってますもちろん知ってます知らない人も結構いると思うのあそうですかあ日本だったら、はい、もう絶対みんな知ってると思うあそうですねうんまあ場所にもよるかもしれないけど あのまあ僕らの住んでいる周りの人たちは絶対知ってるはいもうそれはもうあの100%って言ってもいいと思うそうですね全員知ってると思うはい、うん、ただあの日本で知らない人はいないと思うけど外国だと多分その知ってる人も知らない人もいると思うの、うん、そうですねっていうのは全く必要ないっていう 国もたくさんあると思う、うん、そうだと思ううそだカイロっていうのはですねあのこれ説明するの結構難しいんだけどまあ冬寒くなるじゃないですかはいでその時にえー、っと、まあ、手が冷たくなったり、まあ、体が冷えたりするんですけどそれを温めるための道具というか温めるためのものですはい、はい、で まあ日本で普通に植えられているものは結構種類があるんだけど、まあ、大きく分けると貼り付けるものと貼り付けないものがあります。はい。はい。でまあ基本的には貼り付けないのがベースになってるんだけどそれはえっとビニールっていうかねあのパッケージに入っていてその袋を破いて、えー、空気に触れさせてあげる。はい。とその なんていうんだろうなもうイメージとしては大きさはどうだろううんちょっと難しいですけど手のひらぐらいかなそうですね手のひらぐらいの大きさでまあ何て言ったらいいんだろうな紙みたいなものにこう、はい、紙みたいなものに <laughs> 粉が入ってるっていうかそういう風にしか言えないんだけどうん。 僕イメージとしてはあの紅茶の,あのティーバッグあるじゃないですか、はい、あれのすごい大きいバンみたいな <laughs> 見,見た目のイメージね見た目はそういうイメージじゃない似てますね、うん、それでそれが急に暖かくなる感じうん、うん、でそれをあのポケットに入れたりとかねして、まあ温めるために使うんですよそうですね、はい、で貼り付けるタイプっていうのはお腹とか腰とか、まあ、そういうなんだろうなポケットがないじゃない はい、そういうところにこうつけるために、えー、と T シャツとかに貼り付けたりするように使うんですよ。うん、でそれは、えー、となんていうんだろうなな,なんかこうもうシールみたいになってるの。のり,、うん、のりがついててピッと貼れるようになってるスティッカータイプというかねそういうタイプになっているあのものです。はい、なので貼る回路と普通の回路が2種類ありますけれどもあの 外国で見たことある？ありますよ。うん、うん、あの、国による？国によると思いますけど、うん、そのアウトドアショップでー登山とかね。はい。うん、買い買うことができますね。はい、まああのー、僕ら結構ヨーロッパの北の方によく行くんですよ。はい。ノルウェーとかえー、っとあとはまあイギリスとかねあのそっち方面にはよく行くんですけどアイスランドとかもか。 でそういうところでは割とよく見ます、うん、でもえー、っと、まあ、僕らは日本で買ったのを持っていくから意外と現地で買ったりはしないよね買わないそうですねうんなので、うん、あんまり意識したことないけどただまあ寒い国のコンビニとかに売ってるのも見たことあるあそうですか、うん、かなはい なんでですけど、まあ、日本ではそれをカイロって言言いますね。うんうん、でまあもちろん一年中あったかい国とかそういうとこは絶対使わないよねいらないですね、うん、あの使う意味がないっていうか、うん、結構暑くなりますしねあそうそうそうあだから日本でも寒くならない場所の人は使わないと思う、うん、沖縄とかそうですね、うん まあ、寒いところの人は使うものなんでね。はい。僕らは、まあ、もう使いますけどね。もう、ずっと毎日使え、うん、使ってますね。うん、まあ、外にずっと長くいる時とかさ。はい。うん、そういう時は使いたいですよね。うん。まあ、それで。まあ、なんで回路というのかっていうのが、まあ、今日の本題なんです。お、本題。はい、はい。なんででしょうか。うん。わからないですね。回路。 でこう売られてるものを見るとカタカナなんですよね、うん、はいはいはいな、はい、ので「北海道」とかね商品名としてはね「海<で>、うん、ロってカタカナで書いてあるので外国から来たものかないのは、はい、外国語なのかなっていうのは思ってるんですけど僕もそれ思ってたんですよはいなんですけどあの、まあ、調べてみたんですよはい 僕はちなみにもともとはカイロってあのエジプトのカイロはいエジプトにカイロってあるじゃないですかあります暑いからおお<ー>エジプトのカイロぐらい暑いみたいなものかなってちょっと思ってたんですあ,あ面白いです、ね、全然違ってた調べたら調べたらですね漢字でカイロって書くんですけどえっと懐っていう字にロ 炉っていうのは、えー、と焼却炉とか、えー、と炉っていう字ちょっと難しいですけど何、えー、て言ったらいいかな他に説明。ですか炉は、まあ、火を焚く場所みたいな意味なんですよ炉っていうのは。そうですね。字としては火、火変というか火,火にえっ、ー、と とドアの音ですねはいはい。でまあ「ろ」「ろ」はあの火を焚く場所のことを言うんですよはいうん。でえー、っと「かい」っていうのは「えっと懐って字ですねはい「懐」っていうのはえー、っと着物のえー、っと「懐」の胸の,の,のことです、ね、あたりにそうですね胸胸とかまあ懐「懐」って僕ら普通に言うから あんまり懐は懐って感じなんだけど、まあえー、まあ胸のあたりですね体の部分でいうと、はい、そうですはいでまあそこをそういうふうに要するにこう胸のあたりの火を燃やす場所っていう字を書いてカイロっていうふうに読んでた胸を温めるってことですねそうでも、えー、ともとは着物を着て寒い日にあの、まあ、胸のあたりにあったかいものを入れていたらしいなるほどでそれは例えば 温めた石とか、うん、えと温めたその何かだったんですうん、うん、塩とかなるほど、うん、じゃあ漢字だったっていうことですか、ね、そうそう漢字がもともとでしたね、はい、でえっ、ー、とそれがだんだんえっ、ー、となんていうんだろうなあの進化してきてね はい、温めた石を持って歩くのも大変だからで冷めちゃうしね,そうですね帰り重たいだけだしね冷たいしでそれがだんだん、えー、進化して、あのーまあ、その結果今はあのー、使い捨てタイプ、はい、でえー、っとまあ多分化学反応だよねそ<う>空気に触れたらなんか熱が出るみたいなそういう化学反応を、ねあのー、起こすような仕組みになっていてまああのー ななんてんていううだろうな袋を開けた時からどれくらい ?10 時間持ちますね物によるよねはいすごいいいやつもあるよねあります、うん、でまあそんな物によるんですけどまあ大体半日かな10時間ぐらいは持つとはいだから朝開けたら家に帰る帰って夕方帰ってくるまでは暖かくな,なっているといはい、はい、いうのがあってで、結構日本の回路はすごい進化してるからあのー、なんていうんだろう すごい、なんていうのマニアックだっていうか、靴下専用、手袋専用とか、そういうのある,あるよね。ありますね。いろいろな形になってきてるんですよ。うん、はい。で、あの、僕なんかは、冬に山登ったりとかするんですけど、そういうの専用のやつとかもあるんですよ。ほう。マグマとかいう、うん。名前のやつとか。うん、まあ、商品名なんですけど、あの、もうあのね、最初暑くて、 車の中とかで開けるんだけど暑くて暑ってなるぐらいへ<ー>だけどまあ外にいるとまあまあいいかなっていう感じ、うんはい、今ちょっと調べたらえっと20時間ぐらい持つやつもあるらしいあそれは長いですね、うん、結構すごいですよねうん、うん、であとあのサイズもミニとかあるんですよありますねそうそうだからあの何て言うんだろうな なんていうの場所によって使い分けるとか、うん、僕はね冬はねお腹のところ張ったりとかします、うん、あいいですね、うん、お腹温めてるとあと腰、うん、腰、うん、が結構いいよねあのー、お腹周りというか、うん、本んに冷えやすいので、うん、温めておくとそれだけで 全身ポポカカしてきまあ「ポカポカ」っていうのはそういうまあ温かくなるっていう言葉で温泉とか入った時に「ポカポカ」って言いますはいはいまあそんな回路ですけど今日回路の話でしたねはいこれから必要になってくるものですよはいすごくこうなんだろうな日本の冬には 必要なものかなと思うんですけど、まあ、皆さんの国、まあ、国にもよるとは思いますけど皆さんの住んでる国や地域でこのカイロ何ていう名前か分かんないですけど日本ではカイロというものが、えー、とあったらもし教えてほしいあ,あるなら、はい、しその呼び方とかも教えてほしいですねあの英語とかに関わらず何,で、ねはい、何語でもいいんで、まあ、うちの言葉ではこういう意味で使ってますみたいな 教えていただけたら嬉しいなと思ってます。はい。ということで今日は回路、えー、のお話をしました。はい。最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。ではまた次回もよろしくお願いします。ではでは。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。この番組は毎日の出来事や旬なトピックを 少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしていますポッドキャスト、YouTube のフォロー、チャンネル登録をお願いしますそれではまた次回の Easy Japanese でお会いしましょうではでは